アロハー、すごいいいお尻。ハワイの人はみんな気さくに挨拶してんな。陽気な感じで気分いいな。日本とは少し違うな。ん？サブストーリー始まった。よろしくマイフレンド。お客さん、アロハー。アロハー。誰よこの声優なんてものに初めて挑戦して緊張のあまり、台本にないセリフを大量に喋っちゃった。挙句それが採用された女はよ、一体誰なんだい。アロハー。アロハー。やっぱ明るく返さないとね。お兄さん、ノリいいですね。ちょっと待って、あなたキャバクラにいませんでした？七階殿で。陽気さが売りなんでね。え？ところでお兄さん、別人か、うちのお店のお客さんですか？あれ？初めて見る顔。あ、リボルバーの。春日一番ってんだ。女の子か。キリュウさんが行きつけの店があるって言って連れてきてくれて。キリュウさんのお友達？めちゃめちゃ素敵だよね、キリュウさん。あの寡黙でどこか影のある感じが特に。めちゃめちゃ辛い過去を背負いつつも、はい、誰にも打ち明けず一人でお酒をたしなむあの背中。オタク特有の早口。本当にそんな過去があるかは何も知らないけど、そんな空気を私は勝手にキャッチアップしています。声も眉間のシワも渋くて、もう一挙手一投足どれをとっても男の中の男。早口だ。でも時にはちょっとチャーミングなところも見え隠れしちゃったりして。今日に声が来たな。やべえ、オタクだ。私としたことがつい熱くなっちゃって。キモいぞ。改めまして、私はケイ。このリボルバーで店員として働いてんの。よろしくね、一番。こちらこそ。ケイさん、ハワイには来たばっかりで右も左も分からねえし、知り合いも全然いなくてよ。いろいろ教えてくれると助かるぜ。なんだ、そうなの？それならフレンドになっちゃおうよ。一番はアロハリンクスってやってる？アロハリンクス。フィンガスパスありがとう。もしかして知らないの？ハワイで人気のコミュニケーションアプリ、すっごい流行ってんだから。知らないです。コミュニケーションアプリ？まあ簡単なハワイの SNS みたいなもんだよね。 X ってこと？このアプリ最強の売りは、挨拶するだけで相手がフレンドに登録されるところ。怖い怖い。じゃあさっきアロハアロハ言いながら、ハワイにとって知らない相手でも結構気楽に挨拶するでしょ、うん、だから馴染みやすくて流行ったんじゃないかな。怖っ。挨拶してるだけでいろんな人とリンクできるし、それをきっかけに顔見知りになったり仲良くできちゃったりするから、すっごい楽しいって感じ。いや、陽キャだな。その私よそからハワイに引っ越してきたんだけど、しばらくは全然周りに馴染めなくて、なんで誰も私と仲良くしてくれないんじゃ、ダメだよこれとか思ってたりしたんだけど、うんうんうん、おもろい姉ちゃんやな。馴染めなかったのはその姿勢のせいなんじゃねえのか。確かに、なめんなよコラーのせいなんじゃねえのか。このアプリをきっかけにフレンドが増えて、今では前に住んでたとこよりこっちの方が居心地よくなっちゃった。そうなのか。確かにちょっと面白そうだな。俺のスマホにも入れてもらえるか。もちのろんよ。じゃあ早速インストールするね。ちょっと誰よこのケイさん。早口笑った。なんかもうね、あの声優さんとしてこう録音してる時いつも通りの感じでって言われたので、ね、あの台本に書いてないセリフとかも全然言っちゃって大丈夫で、自分のあの好きなようにあのアレンジして大丈夫ですって言われたから、キリュウちゃんが出てきた時にちょっとね大興奮して書いてないことも言っちゃったんだけど、全然それもセリフになってる。うわー。おい、そろそろ仕事に戻るぞ。はい、じゃあ私そろそろ行くね。ねえ、またね。おう、そうだった。大事なこと忘れてた。何？え、なんだよ。フレンド登録。あ、フレンドになるんでしょ私たち。まだアロハして、さっきしてたけど。バイバイ一番。またお店に遊びに来てね。キリュウさんも連れて。もうキリュウちゃん目当てやろ。もちろんだ。アロハ。え、これで？See you。え、この手で？この手やっただけでフレンドになるの？怖っ。アロハって言ってねえじゃん。アロハがキーワードなんだと思ってたわ。よろしくな、マイフレンド。怖っ。